エニーマインドで最も許されないのが白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回はエニーマインド、株価どうなるというテーマでやっていきたいと思います。はい、結論は暴落するというのは今回の結論です。ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい、まずですね、エニーマインドとは、何の会社なのかということなんですけれども、はい、売上の最大はですね、買収した子会社がやっている YouTuber の支援事業ですね。なので、YouTuber さんがいらっしゃいますと、その方々にですね、何らかの支援っていうのを行うということで、それで、YouTuber が得ている、Google からの広告収益、AdSense 収益の一部を受け取ると、これが売上の最大になってますということです。はい。なので、エニーマインドとはですね、UUUMと同じような、YouTuber の支援会社ということも、言えなくもないということですね。売上で最大になっているのは YouTuber の支援ということです。はい。ただ、エニーマインドの、実態としてはですね、会社全体という形で見た場合、単に戦略なくいろいろやってる会社というのが、実態ということです。はい、つまりですね、投資家からお金を調達しますと。で、たくさん子会社作ったり買収したりしていますということで、はい、創業から8年で現時点で、子会社が27社もあるということです。はい。で、いろんな国でいろんな会社でいろんな事業をやってますということですね。で、売上と経費の両方がひたすら増え続けているので、全然儲かってないということです。はい。典型的な単なる膨張なのに、成長と錯覚してる会社ということですね。はい。なお、エニーマインドの買収っていうのはですね、エニーマインドっていうのは自分たちで子会社っていうのをどんどん設立するのと、M&A 合併買収でどんどん買うっていう両方やってるわけですけれども、エニーマインドがやる買収っていうのは、相手の企業っていうのを純資産より高くで買うということなんですよね。はい。だから、現時点でののれんですよね。要するに、買収金額マイナス純資産の差ですよね。どれだけ今まで累計で高くで買ってきたかといった時に、17億を超えているということです。はい。で、エニーマインドのですね、自分の会社が儲かってないのに相手の会社がこれから儲かるのかどうやってわかるんでしょうということですね。こういうふうに会社を経営すれば会社っていうのは儲かるんだっていうのが自分たちが実体験として分かってて、あ、自分たちはこういうふうに会社経営したら儲かりました。で、相手の会社を見ます。で、その相手の会社を見た時に、あ、やっぱりこの会社は儲かりそうだっていうのが分かるっていうんだったら理解できるんですけど、自分たちの会社は基本的に赤字なんですよね。だからお金が回ってるのははっきり言った投資家にお金を出してもらってるからお金が回ってるだけで、自分たちは全然儲かってないわけです。はい。で、儲かってない自分たちがですね、要するに儲かるってどういう状態なのかわからないのに、どうして相手の会社をこれから儲かっていくっていうのがわかるんだろうと。しかもそのわかんない相手の会社をなんで純資産より高くで買うんでしょうということです。はい。そして、エニーマインドで最も許されないのが、資本剰余金を利益剰余金に会計上振り替えているということなんですね。この会計処理っていうのははっきり言って許されないということです。はい。投資家をですね、誤認させる会計処理をやってしまっているということです。はい。ちなみにですね、どうやって資金を調達したかっていうのをですね、純資産の部で表していますということです。だから投資家が貸借対照表の純資産の部を見れば、どうやってこの企業は今まで資金を調達してきたのかっていうのが分かるわけですね。で、資本剰余金っていうのを見れば、あ、この企業って今まで投資家にこれだけ多くの、お金っていうのを出資してもらったんだ、つまり投資家から出資してもらってこんだけの金額をですね、調達してきたんだっていうのが分かるということです。で、逆に利益剰余金っていう項目を見れば、あ、この企業って創業以来これだけ利益を稼いできた、つまり自分たちで稼ぐことによって資金を調達してきたんだというのが分かるということです。はい。なので、資本剰余金と利益剰余金っていうのは性質が全然違うんですよね。だからわざわざ分けて書いてるわけです。はい。そして、
資本剰余金が多いっていうのは何を意味してるかっていうと、これまで投資家からたくさん出資してもらったっていうのが分かるということです。はい。そして利益剰余金がもしマイナスだというのであれば、あ、この会社って会社設立時から創業以来の累計っていうのは赤字で経営してきたんだというのが分かるということです。はい。にもかかわらず資本剰余金を利益剰余金にですね、まあ結局11億以上振り返ってるということで、はい、会計処理で勝手に赤字の累計を縮小するなということですね。この2つは混ぜちゃいけないんですよ。資本剰余金っていうのは投資家から出してもらってるお金ですよね。利益剰余金って自分たちで今まで稼いで きた金額の合計なんで、全く性質が違うものを2つを勝手に混ぜてしまってるんですよね。で、結果投資家から出してもらったお金の一部っていうのを利益剰余金に振り返ることで、会社設立以来の赤字累計っていうのを勝手に縮小してしまっているということですね。これは投資家を大いに誤認させるということです。はい。利益剰余金が赤字って言うんだったら、あ、この会社って今まで会社設立からの累計っていうのが赤字だったんだっていうことで正確に認識できるわけですけど、こういう会計処理やってしまうと、あ、今までの会社設立以来収益トントンできてんのかなっていうふうに誤認してしまうということです。はい。というよりですね、まあ、監査法人とにかくちゃんと仕事してということで、こういった、まあ、会計処理をやってる企業に対してはですね、ちゃんと適正じゃないっていう意見を表明しないと投資家が誤認してしまうということです。投資家が興味関心があるのは会社が利益を正確に報告してるかどうかなわけですよ。極論そこしか興味がないわけです。投資家が興味関心があるのは企業が利益を正確に報告してるかどうかっていうのに興味関心があるわけですよね。で、利益剰余金がマイナスなのか、利益剰余金が収支トントンなのか、収益トントンなのかっていうのはこれ全然意味が違うわけですよ。今までの累積が赤字だったのか、それともトントンできてるのかっていうのは大きな、まあはっきり言った投資材料の判断材料になる数字なわけですよね。で、そこを混ぜるっていう、資本剰余金と利益剰余金を混ぜるっていう会計処理をやってるというのであれば、それは適正じゃないっていうのを意見を表明するために監査法人っているはずなので、もうちょっと監査法人はちゃんと仕事をするべきということです。はい。よってエニーマインドを、まあ、一旦まとめると、はい、まあ、エニーマインドってどんな会社なのかっていうことで、まあ、売上の収益ですね、売上最大は YouTuber の支援事業ですということです。まあ、これは YouTuber の支援をやってる会社を子会社化しましたということですね。ですけども、エニーマインドっていう会社全体の実態は、まあ、戦略なく会社と事業を増やしながら、売上と経費の両方を膨張させているということです。だから、エニーマインドは会社が増えてます、売上増えてます、従業員増えてます、だから私たちってこんなに高成長してるんです、みたいな、まあ、そんな打ち出し方してるわけですけど、経費もちゃんと増えてるから、全く利益が増えてないということです。はい。で、本当は累積赤字13億の会社ということで、会社設立以来のはっきり言ったら合計の成績っていうのは赤字13億、それが本当なわけですよ。しかし小手先の会計処理で収益トントンに見せかけているということで、はい、まあ、こういうね、小手先をやる会社っていうのは自分たちのですね、まあ、本当にメインの事業とかメインの商品サービスで勝負できないんですよね。なので、まあ、今後の利益成長など、まあ、ただの1ナノさえ見通すことができないということです。はい。今までが累積赤字だったんだったら、まあ、これからまあ利益が出せるようにはとても見えないということです。何が看板商品で、何が看板サービスで、会社としてどういったところに力を入れていこうの、いこうとしているのかっていうのは全然見えないということです。はい。であれば、エニーマインドの利益創出能力から見積もれる企業価値はいくらになるかということなんですけど、はい、40億になるということです。はい。ではですね、株式市場の評価であるエニーマインドの時価総額はいくらで評価されているかということですが、はい、836億で評価されているということですね。はい。すなわち企業価値40億に対して時価総額は806億なので、はい、超割高ということです。価値に比べてものすごい時価が高いということです。はい。株式市場は短期では単なる人気投票機、しかし長期だと価値測定機ということで、はい、エニーマインドですね、今後の株価は1403円が70円まで暴落するというふうに予想します。
はい、ということで今回はエニーマインド株価どうなるというテーマでやってきたんですけれども、結論は暴落するというのは今回の結論です。そして最後に大事なお知らせを4点させてください。1点目ですけれども、はい、白坂のメルマガ登録特典ということで、株式投資で資産を10倍にする方法など特典動画を無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合はですね、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。はい、2点目ですけれども、 EV 戦争の覇者という動画ですね。はい、こちらの方はですね、まあ、今来ている大波 EV 電気自動車に関連して EV 戦争の覇者新動画版という、まあ、価値の高い動画講義をですね、まあ、無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合はですね、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。はい、そして3点目ですけれども、チャット GPT で10倍を狙うということですね。はい、今超話題の AI チャット GPT に関連して、チャット GPT から10倍を狙う方法という価値の高い動画講義を無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。4点目、安全性を高める6つの投資先。資産の安全性を高める投資思考法として6つの投資先という価値の高い動画講義を無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。はい、あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。こう